ちは、僕は33歳の男で今は、正社員として働いています。僕が引きこもりになったのは、大学の3年生ぐらいの時に鬱になって、そこから引きこもりになりました。それまでは、ちっちゃい頃は内向的で活発なタイプではなかったんですが、友達は、多くはなかったんですけれども、友達はいて、なんやかんや楽しく過ごしてたと思います。中学校から大学まで同じ部活を続けていて、高校の時は部長をやったりして、大学は、授業はサボっても部活には必ず行っていくような感じで過ごしてました。でも、ある時期からちょっと大学の部活もサボりがちになって、その同じぐらいの期間の間に、祖父が亡くなったり、実家の、経済的な状況が悪くなったりして、そのせいでちょっと休学もできなかったりして、どんどんちょっと苦しくなって、でそのせいで、余計練習を休むようになって、そうすると嫌われて、でもっと行きづらくなったり、で悪循環で、ちょっと苦しくて気づいたら自分の手首を切りそうになってて、その時に、病院行って、うつ病っていうのが分かりました。でそのあとは、大学も授業もあんまり出れずに、留年2回したんですけど、卒業だけはできて、でも、就活は何もできなかったので、卒業後本当にニート生活になって本格的に引きこもりになっていったっていう感じですね。で引きこもり中は、もともとゲームとか映画アニメが好きだったので、ネットとかして、明るいうちを過ごして、人目がなくなった暗い時間から活動するような、買い物に行ったりとか、そういった生活をしてました。ゲームとかも最初は夢中でやってたんですけども、期間が長くなってくると、ゲームやる前とかやってる最中も焦りとか罪悪感から逃げられなくなって、前みたいに楽しめるようにはならなかったんですね。で引きこもってても SNS とかで、その当時はミクシーとか、Facebook に移行してるぐらいの時期だったんですけど、友達の近況が、どうしても入ってきて、やっぱ自分と比べてしまってすごく辛かったです。周りの友達はみんな、大学に進んだり、新卒で採用されていったんですけど、僕はその新卒カード1回しかないのに使えなくて、うつ病だし引きこもりだしダメな人間だなと思って、周りにいるような普通の友達みたいな普通の生活はもう送れないんだろうなと思って、ちょっと絶望してましたね。誰かに手引っ張ってもらって、この状況からこう抜け出して助けてほしいなってずっと思いながら過ごしてました。で、実際自分が動き出したきっかけは、友達の結婚式の二次会の参加費をちょっと自分のお金、稼いだお金で払いたいなっていう思いが一回あって、そこで、まずサポートステーション行って単発のバイトをして、で、その友達の結婚式の二次会に参加したっていうのが最初のきっかけですね。サポートステーションはそこを半年やったんですけど、結局その後続かずに、心の健康センターを紹介してもらって、でそこで悠々クラブっていう当事者グループを知って、実際に自分たち、自分以外で引きこもり実際に悩んでる人たちに出会えて、そこで初めて自分だけ苦しんでるんじゃないっていうのが分かって、すごく安心というか気が楽になりました。で、悠々クラブにはずっと通ってて、週に1回
そのクラブの日があるので、その日は外出するっていう目標の日にして、まあ、なんとなく生活してましたね。でだんだん、まあ、外出にも慣れていって、長期のバイトを頑張って探そうとして、まあ、何件か断られたんですけど、結局今、働いてる会社でバイトを雇ってもらって、でバイトを3年ぐらい続いて、で正社員にしてもらったっていう感じです。僕はその引きこもってた間、あの実家暮らしじゃなくて一人暮らしだったので、ちょっと同居されてる方の悩みっていうのがちょっと僕のケースとは違うので、そこは申し訳ないんですけど、家族からその無理やり実家に帰ってこいとか、あの連れ戻したりっていうのはされなくて、それはとても良かったなと思います。実家に行っても友達もいないので、まだ友達のいる一人暮らしの環境の方が良かったなと思います。友達に たまに助けてもらうことがあって、その時だけはちょっと息苦しさっていうのがなくなってたので、本当にそれは助かりました。でたまにその実家に自分であの帰省する時もあったんですけど、まあ、その時にちょっとした家事のお願いとか雪かきなんか頼み事をされて、まあ、それやって待ってたら、帰ってきた時にやってくれてありがとうって言ってもらえたことが、少しずつその自分の自信につながっていったかなと思います。逆に嫌だったのは、家族の結構大きなことも事後報告で全部こんなことがありましたって伝えられてたのが、ちょっと疎外感があって嫌でしたね。ただ今になって思うと、それも多分極力気を使ってくれた結果なのかなとは思います。僕に関してはまあそんな感じですね。で今引きこもってるご本人に伝えたいことは、ご自分でも多分どうにか今のままじゃダメだ、どうにかしたいと焦ったり苦しんだり、とても辛い思いをしてると思います。僕はそうでした。ただ、まあ、その人のきっかけが何になるかはまだ分かんないんですけど、僕の場合はそのきっかけがあって、悠々クラブっていうその当事者のグループに実際行ってみて、目の当たりにして、そのニュースで聞くような感じじゃなくて、実際に実感として、あ、自分だけじゃないんだなって、引きこもって苦しんでるのって自分だけじゃないんだなって思えた時に、初めてその安心して気が楽になって、そこから少しずつ進めていけたなっていうのが、ありますんで、個人的にはもしその、まあ、タイミングなり会えば、そういったグループ見つけられれば、一度顔を出してみるのは個人的にはおすすめできるかなと思います。合う合わないはあると思うので、無理して続けることは絶対にないと思います。で今もしこの動画見ているんであれば、もうその時点で何かしようとして、何かしてるっていうことなので、その点は本当にご自分で褒めてあげていいと思います。何もしてないわけじゃないので、でご家族の方に対しては、まあ、ご本人も悩んでると思うんですけど、同じようにそのご家族の方、周りの方も悩んで苦しい思いされてると思います。自分のせいだとか周りのせいだとか、あまりご自分のことを責めることはせずに、もしそのご相談できるところは、相談先が分かるんであれば、もしちょっとでも苦しかったら、まずご家族の方だけでも行ってみるのがいいのかなと思ったりします。やっぱ、自分の親が自分のことで悩んでたりしてる姿を見ると、本人としてもやっぱ気が重いので、少しでも気楽に何か普通通り生活してたり、楽しんでる姿っていうのが見れたら、まあ、本人としては意外と気が楽になったりするので、そういうふうに少しでも、楽になれる
道があるならぜひ使ってほしいなと思います。まあ、いっぺんに全部、まあ、相談したから全部うまくいく、全部いっぺんに片付くっていうことではないと思います。僕の場合はやっぱ時間結構かかったので、少しずつ一進一退で3歩進んで2歩下がる、本当にそういった感じだと思うんですけど、少しずつ慣れていってちょっとずつ進んでいけたらいいかなと思います。以上です。